はい、こんにちは、ジャンゴです。今回は初めの一歩ファイティングソウル動画撮ろうと思います。ということでね、毎月10日ファイソルの日、ファイソルプレミアムガチャ、こちらね無料で引ける分があるので、これを引いていこうと思います。あとね、なんかねログインボーナスで運試しガチャみたいなのもあったので、まあこれもねついでに引いてみようかなと思います。ということでね、どうしようかな、まあ運試しガチャからいきましょうか。いけ。これに関してはね、なんかねガチャと言いつつポイントがなんか出てくるだけで、まあなんかポイントの合計数でね運の良さを競うみたいな謎のガチャなので、まあ実質ガチャかって言われたらこれ謎本当に謎なんだよね。あ、でも3000が結構できるね。でも222とかあるな。あ、4000が出た。へえ、これどうなんだろう、どの程度の運の良さだかよくわからないけど、でも200とか900があるから微妙かなという気もしますね。はい、まあ運試しガチャに関してはこんな感じ。じゃあ続いてね、ファイソルの日のプレミアムガチャ、こちら引いていこうかなと思います。まあちょっとねピックアップは適当に、つけておきました。ということで、まあ引いてみましょうか。ちょっと待って、あれだな、これ前の時のが反映されてるな。こうしようか、こんな感じでいこう。セコンドはまあこれでいいか。そうだね、まあとりあえずこれでいいかな。じゃあ引いてみましょう。いて。さあ高村さん欲しいな。高村さん、高村来い。星6。さあ、おっと、ああ伊達さんバトンタッチ、オッケー。これ初ゲット。そして、星5が続く。さあここ、ああまあでもマシバはね、あの星5で一番新しいというかね、まあマシバ以降出てないから、そうだね、まあこれならそんなに悪くないかなという感じですね。おファイソルプレミアムモードブラックを超え今日の排出率なるよね。プレミアムモード、あーでもドリームモードがあるのか。その上にプレミアムモードで剣石返ってくる、ほぼ1000か。あーでも最悪1000は返ってくるから1万4000で引けると思うと、まあ見てもいい気もしなくはないね。ユニゾンが 1% あるからね、ユニゾン 1% はね結構チャンスかもしれない。ユニゾン俺まだね何も持ってないから、ちょっとここ行ってみよっか。行きます。さあ行ってしまった。どうだ、頼む星6来い。さあ来い。あれ、ちょっとさっきよりダメじゃないかこれ。はい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 。さあラスト、そこ、あマシバしか出ない。まあ石は2000返ってきたけど、2000だと追撃はできないね。高村さん欲しかったな。はい、というわけで、まあ、今回はね、これで終わりにしようと思います。ありがとうございました。よいしょー。